マネータイムクルーズです。今回はお金持ちになりたいなら最初にやるべきことという内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中までね、半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、お金持ちになりたい、お金持ちになれたらいいな、そう思う気持ちが少しでもありますよね。この動画のサムネをクリックした人は、どちらかといえばその気持ちが強い方だと思います。求めないことには手に入れることはできないので、自分の気持ちに正直になることはとてもいいことです。もちろん私も強い方です。その一方で、いやけどお金持ちになるのは大変だろうし、どうやっていいのかもわからない。自分にはできっこないよ、と思う気持ちも湧き起こってきます。この不安という魔物が、すぐにあなたの肩をすくめさせて、あなたを行動できないようにしてしまいます。なので今回の動画は、お金持ちになるための最初の第一歩である、誰でもできる簡単なアクションについて解説していきます。また動画の後半では、そのアクションから考えられるお金持ちの本質的な部分まで深掘りしていきますので、お金持ちになりたいという気持ちが人一倍強いこの動画をクリックしたあなたは、ぜひ最後までこの動画を見ることを強くお勧めします。では早速行きましょう。お金持ちになるためにまず最初にやるべきこと、具体的なやり方、ただやるだけで終わらせない考え方、この3つでやっていきます。お金持ちになるためにまず最初にやるべきことですが、早速結論です。あなたがお金持ちになるためにまず最初にやるべきことは寄付です。え、寄付？寄付をする余裕なんてないし、寄付したらお金減っちゃうじゃん。そんなことよりお金を増やす投資のテクニックを教えてよ、と思っちゃった人結構いますよね。そう思ってしまったこと自体は全然 OK ですが、その考え方を捨てることがお金持ちへの第一歩であり、その第一歩のアクションが寄付なんです。いや、そんなこと言われても納得できるわけないでしょう。と思ってこの動画を最後まで見ることをやめてしまった人は、お金持ちの世界を理解することができずに、残念ですがお金持ちになることはできません。逆にここまでの話に違和感満載だったとしても、この動画を最後まで見てもらえれば、お金持ちの世界のスタートラインに立てることをお約束します。ではここで一つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録でプレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。では次に具体的なやり方ですが、寄付できるお金なんてないよと感じた人、大丈夫です。できます。月1000円から簡単にできるんです。この値段なら誰もができますよね。いや、お金持ちになってから寄付すればいいでしょう、と思っちゃった人いるとは思いますが、それではダメなんです。このお金がそんなにない時から寄付をすることが重要なんです。なぜならお金持ちの人たちはお金持ちになる前から寄付の習慣がある人たちが多いんです。その因果関係が何なのか根拠なんてわかりませんし、必ずお金が返ってくるものだなんてそんな保証もありませんが、お金持ちの人たちはそれほど裕福ではない頃から寄付をする習慣があった人たちが多いというのは事実なんです。また寄付をすることで自分で寄付をする先を選び、自分の意思で何の見返りもなくお金を渡す、こんな崇高なことができている自分ってなんて素晴らしいんだろう、と豊かな気持ちになることができます。この自己イメージの向上を寄付を通じて感じることができるわけです。そんなの下心みたいでせこいな、と感じるかもしれませんが、いいじゃないですか、下心があってせこくたって。下心に引け目を感じて何もしないより、よっぽどマシですよね。豊かな気分を味わうために、自分のために寄付をしてるんだ。これぐらい開き直ってもいいかもしれませんね。なのでまずは毎月1000円の寄付から始めてみましょう。いろいろな活動をしている団体があります。ぜひ一度寄付についてググってください。自分がサポートしたいと思える活動をしている団体を探してみてください。誰でも簡単にできます。ただ寄付をする上で注意点を一つ挙げるとすれば、何の見返りもなくお金を渡す。この何の見返りもなくというのがポイントです。より大きなお金が欲しいからといって寄付をするのは、これはナンセンスですね。おい、自分のためでいいって言ったばっかりじゃんか。早速矛盾してるぞ。と思った人のために補足すると、寄付をするからより大きなお金が手に入るという直接的な流れではなくて、寄付をするから
自己イメージが高まって、自己イメージが高まるから、いろいろな行動を取れるようになって、その行動の結果が出てくるようになり、その結果が評価されて、お金がどこからか巡ってくる。という間接的な流れであり、タイムラグももちろんあるわけです。なので、直接的な見返りや短期的な見返りを求めても意味がないんです。そんなスピリチュアルみたいなこと言われても信じられるわけないでしょう。と思った人のために寄付という行為そのものだけではなく、この考え方の部分についてもここから深掘りしていきます。最後の解説の前に一つお知らせです。動画を見てくださっている方でもしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では最後、ただやるだけで終わらせない考え方ですが、ここまで話を聞いて寄付をしてみようかなと思ってくれた人もいれば、寄付なんてそんなことできないしと思った人もいるはずです。ぜひ寄付を一度でもしてほしいのですが、その一歩が踏み出せない人のために寄付から考えることができる原理原則についても解説していきます。その原理原則とは、与えた人にしか与えられないということです。この原理原則はいろいろなことに当てはまります。人間関係だって、相手のことを思って先に与えなければ良好な関係は築けません。仕事だって、仕事で成果を出さなければ次の大きな仕事は任されません。お金も同じです。お金を先に与えなければ大きなお金は与えられません。いや、与えるお金そのものがないよと感じた人のために、お金が何かを定義しておきます。お金とはこの世に与えた価値の対価です。サラリーマンの人も雇用主である会社に対して何らかの価値を与えたから給料がもらえるわけです。なので、もしあなたがお金持ちになりたいのであれば、世の中にたくさんの価値を先に届けなければいけません。その小さな第一歩の一つの手段として寄付をしましょうと言っているだけなんです。なので、寄付はただの例えです。寄付に限らず、まずは周りの人への価値提供を大きくしていけばいいだけです。そして、もっと広い範囲により多くの価値を与えることができれば、勝手にお金持ちになるんです。私の動画を見てくれている人は投資に興味がある人が多いと思いますが、投資の世界も同じです。この投資をすることによって、世の中への価値提供がより大きくなるだろうか、どちらの会社がよりたくさんの価値提供をできるのだろうか、突き詰めていくとこれだけなんです。なので、今よりほんの少しでも与えられる価値を増やすためにはどうしていったらいいのか、ここを考えていくことがお金持ちの世界への入り口になるんです。そんなこと言われてもさっぱりわからないという人は、その小さな第一歩となる世の中への価値提供へのきっかけの一つとして、お手軽な寄付から始めていきましょう。大事な知識や売り記憶に定着するようにおさらいしていきます。お金持ちになりたいなら最初にやるべきことという内容でやってきました。その最初にやるべきこととは寄付です。月1000円から誰でも簡単にできて、寄付をすることで豊かな気分になり、自己イメージを上げることができるので、やらない理由がありません。また寄付という行為そのものではなく、本当に重要なことは、与えた人にしか与えられないということです。なので、お金持ちになりたければ、そのお金の対価である価値を先に与えればいいだけなんです。これさえ意識して、その与える価値を大きくすれば勝手にお金持ちになっちゃいますので、その第一歩である寄付から始めることで世の中への価値提供を始めていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画で、さらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。